というわけでね、今日はもうねミッションは果たしました。これ見てください。コクワですね。私の友人の、48歳、医療従事者女性ペットコクワガタって人がいますね。やめとこう、蚊がいるからな。ちょっとサクッとね、おサクッとやって、サクッと帰ろう。蚊がひでえから。ちょっとまたね、虫除けを持ってくるの忘れちゃったんだよな。あ、ちょっとコクワガタもここにいとこ。派手めに動かした方がいいかな。サクサクッとやって帰ろう。パシャって行ったな今。この人なんでこんなに、あ、なんかに触って、あ、変色しやがった。もう何に触ったんだろう。あのやっぱ奥ですね。
はい、ダメ。はい、ダメ。はい、ダメ。さあ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 さっとやって、さっと帰るぞ、ほら。大丈夫か？びっくりした。星の王子ニューヨークへ行くっていうね、名作映画がありますけど、エディ・マーフィンがね、一人何役やったんだっけ、あれ。一人ね、7役ぐらいやってんだよな、変装して。あ、確かね、あの主人公でしょ、あとね、なんか床屋の親父、床屋の親父とね、その床屋の親父と、あのなんかね、ずっとくだらない話をねしてるなんかやつら2人ぐらい全員でエディ・マーフィーがやってるというね、そういう名作映画ありまして、それをね、なんでその話をしたかというと、そのね、相棒がセミっていうんですよね。それだけです。あ、またね、バカがゴミを増やしてん、あ、違うか、増えてはねえか。たまにはちょっと違うアプローチしてみる。あ、くたった。あー、くそ、やべやべやば、くそ、木もなんかいそうですな。出てるな。出てるけどいないか。ちっちゃい感じかな、今のも。出方からして。
しそうで。顔食われた、また。いいかな。ただ巻き。ただ巻き。ただ巻き。反応なし。ダメかな。ああ、かいいと思ったよ。もう終わりにしますか。じゃあちょっと今日は人も多分朝だからいねえからな、これ。薬だけが取り残し巾着無能なく背にただ出世は早い。それだけど自分の実力ないと